皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは社員の自主性を過剰に重んじるとというテーマでお届けいたします。今年度新入社員が入社した会社はそろそろ新入社員も会社や仕事に慣れてきて一人でできる仕事も増えてきたのではないでしょうか。まだまだ一人前には程遠いでしょうが、何かしらお客様の役に立ったり、会社の役に立つスタートラインにつけたと思います。さて、最近の風潮で社員の自主性ということが言われます。自主性とは自分で考えて、自分で行動して、自分で責任を取るということです。なぜこのようなことが言われているかといえば、指示や命令でやる仕事よりも、自ら進んで取り組む仕事の方がやりがいも生きがいもありますし、効率が上がると言われています。社員の幸せのためにも自主性を重んじる会社が随分と増えてきました。ここ十数年で会社の役割も労使関係も随分と変わったということです。ES と呼ばれる社員満足も声高に叫ばれています。社員が満足しなければ、顧客を満足させることができないという考えからです。確かにその通りです。会社や上司または部下に不満たっぷりの社員が顧客に対して十分な満足を与えられるとは思えません。経営者や役員の方々の中には社員の自主性を促すために苦労したことがある人も多いと思います。実際、会社への提案を積極的にしてくれと言われても提案する社員は少ないでしょう。これが中小企業の現実です。今日の本物の商売を目指すポイントです。ここ十数年でコーチングやモチベーションを学べる本や教材、セミナーなどは格段に増えました。その他にも社員満足度を上げるための研修なども開催されるようになりました。そう考えると社員の自主性を高める環境は整っています。ですが、社員の自主性をあまりに重視してしまうと、一歩間違えると単なる放任主義になってしまいます。これは紙一重です。また、上司はマネジメントが軽減しますから非常に楽です。部下の自主性を重んじるわけですから、教えることは最低限にして、あとは部下に任せればいいのです。こんなに楽なことはありません。ただし、これが通用するのはある程度キャリアを積んだ社員だけです。キャリアのない社員に対してこれをやってしまうと混乱をきたします。よく考えてみてください。何もわからない部下にあなたに任せると言ったところで、言われた部下は困るばかりです。ですから、新入社員や初心者に対しては、自主性を重んじるというよりは、教える、イコールティーチングを重視しなければいけないというのが本当のところです。ただ、このティーチングも教える上司が面倒だと思うとなかなかうまくいきません。面倒とは、例えば、一回しか言わないからよく聞いておけよとか、同じことを何度も言わせるなという態度です。上司と部下の関係ではこのようなシーンはよくあります。ですが、部下のことを真剣に育てようと思ったら、できるまで何回でも言うぞとか、分かるまで何度でも聞いてくれという表現になるはずです。ここまで言える上司はなかなかいないと思います。高齢者専門のパソコン教室として有名なホエールは、同じことを100回聞かれても笑顔で答えるのがキャッチフレーズです。高齢になると記憶力が衰えるので、同じことを何度も尋ねます。尋ねる高齢者も何度も同じことを聞いて悪いと思っているので、このようなスタンスのパソコン教室は助かるはずです。ここがホエールが繁盛するポイントです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。